どうも、堀ちゃんです。ここでいい知らせと、悪い知らせがあります。まず悪い方は、堀倉内で、なかなかジャングルの木が見つからず、ワールドを、やり直すことにしました。いい知らせは、自力でやると、なかなか、出ないので、ネットで、調べたら、いいシードが、見つかったので、紹介がてら、新堀倉ワールドにします。入力は JEB アンダーバーと、打ってください。リスポーン地点の、ダークオーク森林から少し離れた、ところの、村に行きます。そこを拠点にしていこうと、思います。ここの崖下には、鉄がいっぱいありますが、ここは、一旦無視します。まずは、この先の山を越えて、ジャングルと、サバンナの、間を、行きます。エッチ体もあるので、素材は豊富ですね。流れ出る溶岩、怖いですね。さて、この先が、村になりますが、まだ安心はできません。裸同然なので、油断禁物ですね。スイカですね。収穫と、同時に食べましょう。もちろん栽培のため、種にしますよ。ちょうど、この先の奥に村があります。あと少しです。
に村に到着です。ここから整地や手直しが待ってますが、それは次回までに片付けておきます。あと、自宅もなるべくその1から3のハウスに近づけて作っておきます。山も近いので、石には困りませんね。木も、問題なしです。建築が、楽しくなってきそうです。さて本日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。これからのホリクラ再スタートにご期待ください。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いします。